皆様こんにちは。今回はリップレビューになります。これもね、アトコスメショッピングのオンラインサイトで見てて気になったこちら、フォーチュンのマシュマロティントルージュの4色全色紹介していきたいと思います。はい、で今つけてるリップは、NARS のベルベットグロスリップペンシルハッピーデイズっていうカラーを塗ってます。ピンクっぽい感じで仕上げてます。はい、では、早速紹介していきたいんですけど、ふわっととろけてポワンと発色落ちないルージュっていうのがこのリップの特徴みたいで、トーンアップさせてくれて、あとプランパー効果もあるみたいなんですよ。で、あとは、まあ、潤う、なんか美容オイルとフラワーエッセンスが入ってるみたいで、潤うリップで、あとはこう匂いがねすごいいいみたいなので、はい、では1番から塗っていきたいと思います。1番がね、ベルベットレッドっていうカラー。プチプラなのにパッケージもすごい可愛いです。こんな感じです。すごい発色がいいですね。では塗ってみます。はい、一度塗りでこんな感じ。一度塗りでだいぶ見たまま発色してくれますね。で、香りもすごくいい、お花の香りがします。 2,3 回塗った感じがこんな感じです。で、プランプ効果があるって書いてあったんですけど、そんなピリピリスースーするわけではなくって、なんか光を集めてこう中心がポワンってしてくれるって書いてあるので、このラメのことなのかなっていう感じなんですけど、プルッと見せてくれます。で、ベタつきはないです。割とサラッとしたテクスチャー。はい、1番がこんな感じです。そして2番がパフィキスベージュっていうベージュカラーみたいです。めちゃくちゃムーディーなカラーですね。こんな感じ。あ、これもすっごい発色いい。結構薄めなのかなと思ったんですけど、すごい発色がいいです。では塗ってみます。ちょっとね、唇の色をオフしました。一度塗りでこんな感じです。ベージュカラーもかなり見たまま発色してくれますね。はい、でたっぷり塗った感じがこんな感じ。普段使いしやすそうな、すごい可愛いピンクベージュ系のカラーですね。はい、そして3番がキャンディーピンクっていうカラーになります。あ、可愛い、こんな感じのピンク色、こんな感じですね。では塗ってみます。はい、一度塗りでこんな感じです。はい、たっぷり塗ってこんな感じ。これもめちゃくちゃ可愛いピンク色。そして最後がジューシーオレンジっていうオレンジ色になります。こんな感じのオレンジ色。可愛いオレンジカラーですね。はい、ベージュはね大丈夫だったんですけど、この3番も結構赤みが強くまだ残ったので、ちょっと唇の色を抑えました。では塗ってみます。はい、一度塗りでこんな感じです。はい、たっぷり塗ってこんな感じです。こうパキッとオレンジっていうよりは、なんだろう、ちょっとミルキーな感じのオレンジですね。オレンジリップって結構濃いめ塗ると強めに見えたりするんですけど、そういうことがなくって、ちょっと優しい感じの色味です。はい、こんな感じで全色レビューしました。結構ね、これ全色と、赤はね、パキッとしたカラーなんですけど、その他のカラーがちょっと、こう、なんだろう、白身っぽいというか、ちょっとクリーン、なんて言うんだろう、こうパキッとした色っていうよりは、なんか、柔らかい印象になる色ですね、この後の3色は。だけど、すっごい発色が良くて、ベージュリップでこう一塗りで結構発色してくれるリップってなかなかないので、発色がすごいいいリップだなっていう印象です。
で、ほんとこう保湿力のあるリップクリームを塗ってるような感じ、こうつけてる感じは。だからベタベタとかもないし、グロスみたいなテカテカさっていうのもない、程よくこうツヤ感を見せてくれるもので、うん、唇をプルンと見せてくれるようなリップです。で、これあのティントリップなので、色残りがどうなのかなっていうのを見たいので、この手に装置したものをちょっとコットンで拭き取りたいと思います。何もついてないやつ、結構取れる。あ、結構色持ちいいです。うん、わかりますか、全部全色ちゃんと色が残ってます。うん、拭き取ったんですけど、なんかベージュとか消えちゃうかなと思ったんですけど、しっかり残ってます。うん、すごい色持ちがいいリップだと思います。ツヤ感があるリップで色持ちがいいリップも あんまりないと思うので、色持ちを重視する方で、マットリップじゃなくてツヤがあるリップが好きっていう方にすごいいいと思います。はい、こんな感じで今回はフォーチュンのリップティントを紹介しました。これもね、私自身すごい気になってたので、はい、楽しかったですレビュー。ね、今から夏に向けてすごくいい色たち、いい色が揃ってるなっていう感じなので、夏リップ探してる方ぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私のオリジナルのファッションブランドリベットもあるので、気になる方は概要欄の URL から飛んでいただけたら嬉しいです。はい、ではバイバーイ。